中田蓮は、大阪府出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カープ所属。旧姓、野林。小学5年時に野球を始め、ヤオファイターズに入る。以来投手一筋。大阪市立、長吉西中学校時代は、長瀬タイガースに所属。中学3年生の時には、関西選抜メンバーに選ばれる。この頃から、 最速時速1 3 7キロメートルを記録する速球派投手だった。広陵高等学校に進学し、1年春から公式戦に出場した。1年秋には明治神宮野球大会で、2年生では第79回選抜高等学校野球大会でも当番し、広陵のエース候補ヒットった。しかし同年夏の広島大会で不調となり、 第89回全国高等学校野球選手権、大会準優勝のメンバーに入ることはできなかった。同校の一学年先輩には、野村雄介、小林誠二羽生昌平、同学年には、上本総志がいた。三年生になると、再び頭角を表し、背番号三の投手権一塁手として、夏のメンバー入り。広島大会では、主戦投手として活躍し、 第90回全国高等学校野球選手権記念大会出場に貢献。1回戦の高知高校戦で先発し、90回大会では最速の時速 148km を記録。チームは2回戦で横浜高校に敗退。打者としては高校3年夏の公式戦で31打数13、アンダ10打点を記録した。 2008年10月30日のドラフト会議で、広島東洋カープから任意指名を受け、同年11月17日に契約金7000万円、年俸720万円で仮契約。ドラフト指名時には、どこの球団でもいいと言っていたけど、カープが一番良かったですと、会見で述べ、涙を流した。2009年は、体調不良で、ファームでも1試合の当番に止まった。 2010年は体重を8 0ラム前後に絞り、7月16日の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板を果たした。また台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選出されたものの直前に左太もも裏肉離れの怪我をしたため、やむなく辞退した。2013年後半には中継ぎとして一軍定着。 クライマックスシリーズでの当板も経験した。2014年はチーム救援投手の中でただ1年間を通して1軍に帯同。6.7回を中心にチーム事情によって8回での当板、回またぎをするなどセットアッパーとしてフル回転で活躍し、66試合78に3回を投げている。特に6月半ばまでは防御率0点台をマーク。 万弱のリリーフ陣の一角を担った。2015年は右肩の故障によりわずか5試合の登板だった。2016年は開幕からセットアッパーを任されたが結果を残せず8試合の登板に終わった。2017年に再度1軍に定着。シーズン終盤に調子を落とし1軍から離脱するものの前の投手がランナーを残した場面での登板を中心に 時に回またぎをこなすなど、縁の下から支えるリリーフとして、優勝に貢献した。2018年は、調子が上がらず、前年を大きく下回る15試合の当板に終わった。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは、中継ぎとして2試合に当板した。2019年は3年ぶりに当板数が1桁に終わった。2020年は3年ぶりに30試合以上に当板した。 11月17日に右膝の手術を受けた。189センチメートルの長身から投げ下ろす、平均球速約時速139キロメートル、最速時速149キロメートルの速球と、縦横のスライダー、カーブ、フォークなどの多彩な変化球が武器の本格派右腕だが、制球力に難がある。高校時代の寮では、 スポーツ店でもらったカープのポスターを貼っていた。父は、元プロ野球選手で、広島にも在籍したこともある、野林大樹。おじは、元近鉄の村上隆之。親子で、広島に在籍するのは、長田徹昇、永長田敏則以来二組目。さらに、村上の議定は元 DNA などの中村則博で、食事を共にしたり、野球を始めた小6の頃に、 中村の自宅へ遊びに行ったことがある。その時に、グラブとバット、そしてトレーニングウェアをプレゼントされ、今でも、宝物として、大切にしている。同じ大阪のボーイズリーグのチームである、忠岡ボーイズのエースには、前田健太が在籍していた。カーアップ入団の背番号は、前田のルーキー児と同じ34番。11月の仮契約の際には、坂本さんや、 田中さんよりもすごかった。憧れです。話を聞きたいですと目を輝かせていた。前田健太はドラフトの時から気になってました。僕の昔を知っている人は少ないので嬉しいです。自分もやることが多いですけど、ピッチャーでは下から2番目ですし、今年は1軍を経験できたので色々と教えてあげたいです。 先輩には聞きにくいと思うので、気さくに話しかけたいですねと述べている。ありがとうございます。